いい形でゴール前まで持ってきました。アグボンラホール、フリーキックの判定です。カードは特に出ないようですね。キーパーに戻します。これは見事なパスカットです。サイドからの攻撃へ向かいます。素晴らしいサイドでのパスでしたが奪われてしまいました。このパスはカットされました。タッチラインを割りました。スローインです。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。 D、 ボールは再び足元へ戻されます。さあスタジアムのアグボンラホー、ここはしっかりクリア。キーパーが軽く抑えました。前線の選手がボールを受けに下がってきました。長谷部誠、危険な位置です。緊張感が増してきます。うまく読んだインターセプト。このスルーパス、うまいパス、キャッチはできません。ボールがこぼれています。このパスは読んでいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。これは残念、ボールを手放してしまいました。近くの味方へ、いい形でゴール前まで持ってきました。前方に運びました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。スタジアムのテンションが上がります。下がってボールをもらいます。このままでは打開できないと見たか。ショー、再び戻す。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。このロブはキーパーに渡った。危険な位置です。緊張感が増してきます。
ドリブルでボールを持ち出しています。鋭い読みでカット、中盤でボールを受けました。前フリーキックで試合が再開となります。ショーリー長谷部、ボールを運びゴールに襲いかかります。長谷部誠、短いパスをつなぎ様子を伺っています。長谷部、守備への切り替えが早い。ここで止めます。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ファールです。主審の判断はどうでしょう。これは見事なパスカットです。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。いい形でゴール前まで持ってきました。これは見事に奪いました。前半後半がこれから始まります。動きがあるでしょうか。前半はちょっとチャンスが少なすぎました。もっと積極的にゴールを狙ってほしいですね。これは止められます。このパスはカットされました。いいカットです。ボールを奪いました。スタジアムのテンションが上がります。真ん中にクロスを上げた。アグボンラホール、長谷部誠、ここでフリーキック。長谷部誠、危険な位置です。緊張感が増してきます。サイドへ振る。スペースに見事なロブパス。スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。攻撃を組み立てられません。奪った。一転してチャンスだ。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。アグボンラホール、長谷部誠、うまく読んだインターセプト。前に進んでいます。ゴールを狙う。ゴール、見事なシュートが決まりました。ここはうまく試合をリードしましたね。コントロールしたシュートが決まりました。あそこに打たれてしまったらキーパーはどうしようもないでしょうね。ついにゴールが生まれ、これで試合も動き出すのを期待したいですね。そうですね。両チームともここまではリスクを負うのを避けている様子でしたからね。でもこれで動き出すと思いますよ。ボールを運びゴールに襲いかかります。
プレスを受けます。長谷部、いい形でゴール前まで持ってきました。長谷部誠、アルハブシ、さあ揺さぶりをかけていく。ルーズボールになった。ピンチを出します。長谷部誠、これはどうなりますか。スペースへのボール、これはスルーパスが強いか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ボールは再び足元へ戻されます。よく見ていましたが、ここは強すぎました。このパスは読んでいました。目の前にスペースがあるようです。見事な視野です。打ってきた。しまったという様子を見せてますね。今の場面ですとそう思ってしまいますよね。ショウ、さあスタジアムのテンションが上がります。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。シュートだ。ディフェンスがシュートをブロック。パスをこの位置で防ぎます。危険な位置です。緊張感が増してきます。鋭い読みでカット。これは見事なインターセプト。振り抜いた。攻撃を切りました。ただしコーナーです。ショートコーナーです。そのまま返します。いいクロスが中に入った。シュートを狙う。守備への切り替えが早い。ここで止めます。苦しい試合になっていますが、ホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちも力が出ると思いますよ。長谷部誠、ボールを運びゴールに襲いかかります。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。アルハブシ、ショウ、長谷部、通すわけにはいきません。これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。